はい、皆さんこんにちは。メダリストクラブ宅建講座講師の芳賀沼です。あと1点アップ対策、その他の分野、もうオーラスですね、一番最後、これは土地建物からですね、毎年土地が1問、建物1問出るんですけれども、まあ、土地のその宅地に適すか適するか適さないかですね、そこをまとめてみました。これは少し勉強して得点に結びつく効果的なところですので、一緒に最後見ていきたいと思います。さあ、この宅地としての適比ですね、宅地に適する土地と宅地に適さない土地を2つに分けてみました。上下で比較して覚えてください。で、まず宅地に適する土地はですね、いわゆる高台、丘陵地とか第一段丘、これは適しているわけですね。高台ということで適しては一つのグループと言えるでしょう。で、それからあと自然堤防、河川がその上流から運んできた土砂がですね、その両脇に積もりまして、堆積しまして、それが非常に広い面積になったという場所は、そのやはり高台ということになるので、これも実は OK なんですね。自然堤防、堤防っていうとその川のすぐそばだから危ないというイメージもあるかもしれませんが、これ適するということで覚えておいてください。それから川ってつきますとなんか危なそうですけども、旧天井川っていうのは周辺の土地よりも高いところを流れていた川ということでですね、これはまあその場所がもう川じゃなくなったというところは、結局は高台になるわけですよね。周辺の土地よりも高い場所を流れていた川、それを天井川っていうわけです。ということで、これも旧天井川の廃線敷きという場合、実は大丈夫なんです、宅地としてね。それから扇状地、扇状地も基本的にはこれ水はけがいいということでですね、OK なわけで、まあ後で注意点それぞれありますから言いますけれどもね、基本的には OK と。それから埋め立て地は、まあ、いわゆる低地部ということで、まあ、本来はその宅地に適さないということにもなりうるんですが、一応条件付きでですね、条件を満たした場合は、これ最近は東京湾の何ですか、埋め立て地のところもですね、高層ビル等建ってますよね。ということで十分な工事がなされている場合は宅地として OK という、こういう条件付きでということであります。条件付きでということであります。埋め立て地、宅地として OK であると。ところがこれに対してですね、適さない、さあ赤信号、台地とか丘陵地の沿辺部、これは沿辺部、台地の沿辺部、丘陵地の沿辺部という意味で書きました。台地とか丘陵地というのはこう高台ということで、建物基本的には OK なんでありますけれども、ね、一番端の部分に建てたら、これ崩れてしまったら危ないですよね。一番端の部分、こういうところに建てるということは、これは危ないわけであります、ね、ということで崩れやすいということでね、沿辺部、一番端の部分は適さないんだよということを言ってるわけで、また第一条の谷というのは、こう第一がありまして、その中でもこう第一の中でくぼんでる場所があるとですね、基本的に台地の上は OK なんで、沿辺部はダメですよ。沿辺部はダメなんですが、ここはダメですけど、沿辺部はダメです。そうでない限りは台地の上は基本的に OK ですね。ところが台地の中でもくぼんでるところ、台地上の谷という言葉が出ましたら、このくぼんでるところを言ってるわけです。ということは雨が降った時に水が流れ込んできちゃいますわね。ということでその場所はダメだと。台地上の谷、それはダメだということであります。それから扇状地の谷の出口部分、扇状地の谷の出口部分、これもダメだということでですね。山があって、そこからこう開けてくる、扇形にずっと開けてくる部分が扇状地ですよね、傾斜があって。
で一番その山あいからですね広がる一番最初の部分ですね、この出口、ここはですね大雨などが降りますとこう土石流とかね、そこが鉄砲水ということになりやすいので、一番扇状地の一番始まりのところに立ってたらこれ危ないわけですね。だからそれはダメだと。扇状地の上自体は水はけがいいからこれは OK なのであります、ね、ということで、扇状地の通常の扇状地と谷の部分と谷の出口、扇状地の谷の出口って書いてあったらそこはダメだというふうに覚えておいてください。それから水無し川、昔水が流れてた川であったところ、そこは基本的にまた大雨になれば川になりやすいところですかね、危ないと。急天井側とですねちょっと比較しておいてください。それから自然堤防の荒廃湿地とかね出ることもあります。荒廃湿地の前に自然堤防のってつくこともあります。ここも基本的にダメなんですね。ですから川が流れておりましてね、そして両脇に自然堤防ができる、ね、堤防ができる、そのさらに後ろの部分ですね、この部分 でそういうところはですね、こう地下からこう水が染みましてね、このようにジメジメしてるわけですよ。低い部分は両方こうジメジメしてるということで、自然堤防自体は OK なんですが、自然堤防の裏側の荒廃湿地と出た場合はジメジメしてるないしは低いところなのでダメだということなんです。そういうことを言ってるわけなんですね、自然堤防の裏側のと。さあ一点アップ講座、権利関係、そして法令上の制限、そして、その他の分野、一番最初業法やりましたですね、宅建業法20問中、宅建業法はどこまで出ても取れるように勉強しておいていただきたいけれども、その中でも一点アップに結びつきやすいところをまとめました、それぞれ繰り返しご覧になって、一点アップ、各分野一点アップ、合計4点アップ、超得講座、これで終了であります。頑張って勉強して宅建試験に合格してください。またこれよりもっと勉強してみたい、私の授業を聞いてみたい、目立ちとクラブに通ってみたいという方は座学の講座、それから直前はファイナル講座、ファイナルコール講座、それからさらに一番最終はですね、模擬試験ともあります。そちらもどうぞご利用ください。それでは1点アップ講座、以上で終わります。頑張ってください。